KBP 陸部ボルイースピリ国際空港の位置ボルイースピリ国際空港は、ウクライナの首都キエフ市の東 28km、キエフ州ボリーースピリに位置する国際空港である。ウクライナ国内での最大の国際空港である。もともとは、ソビエト連邦の軍事基地であり、また、ソビエト国民の海外渡航が制限されていたことから、国内線中心の運航であった。 ウクライナ独立後の1993年に一般開放され、依頼発着数や乗客数は伸び続けている。2010年、2012年と二度にわたり新ターミナルがオープンし、また新たな滑走路の建設が計画されるなど、拡張を続けている。空港とキエフ市内の移動は長らくバスかタクシーなど、道路交通しかなかったが、2018年11月に、 キエフ旅客駅との間を結ぶ空港連絡鉄道が開業した。運行間隔は1時間に1本で、所要時間は約40分。時刻表は空港公式サイトに掲載されている。空港駅はターミナル D の横にあり、屋根付きの歩道で結ばれている。2本の滑走路と3つのターミナルを持つ。滑走路は空港施設を挟んで東西にある。 西側の滑走路は開港当初からあり、東側の滑走路は2001年に増設されたものである。ターミナルは B、D、F の3つがあるが、2019年現在主に使用されているのはターミナル D である。国内線、国際線ともに同じターミナルに発着する。旧国内線専用ターミナルとしてターミナル A があったが2011年に閉鎖された。他に、 VIP 用のターミナル C があったが、こちらもターミナル D に統合される形で廃止された。ターミナル B は、ソ連時代から国際線ターミナルとして使用されていたが、21世紀に入る首都空港の国際線用設備としては、規模が小さく古く、また混雑が激しくなったため、2010年にターミナル F を開業させて会社ごとに分けた。さらに新しいメインターミナルとして、 ターミナル D を建設し、2012年に開業させた。なおこの間ターミナル A の閉鎖からターミナル D の開業まで国内線はターミナル B の近くに発着していた。ターミナル D 開業後、ターミナル B はチャーター便や臨時便に用いられている。ターミナル D の開業によって B と F は定期便に使用されなくなり、F は将来的な貨物ターミナル化のために閉鎖された。 しかしその後、ターミナル F を LCC 向けターミナルとして再整備することが決定し、2019年3月31日に再オープンする予定である。ターミナル D2 社の航空会社がこの空港をハブ空港としている。それまで旅客流動では最大であったウクライナとロシアを結ぶ航空便は2015年10月以降、全便運航停止中となっている。以下は、 通年運行のみ掲載、ありがとうございます。